本当はユキコさん、近くにいるんじゃないですか？ユキコさん！ん？そりゃ誰じゃ？あのべっぴんさんの名前か？おお、あん人はユキコっちゅんか。綺麗な名前じゃ。しかし、呼べど叫べど彼女はおらん。ユキコさん、なかなかしぶとい男じゃの。努力に免じてわしの秘密を教えてやる。というと思うたら大間違いじゃ。うひょひょひょ。人に物を聞くときは気分よくさせるもんじゃぞ。男前の平気さん。お、なかなか正直なやつ。仕方ない、教えてやるか。あの娘さんがここへ来るのはだいたい5時くらいじゃから、その頃に来れば多分会えるぞ。ありがとうございます。家庭はともかく重要な情報が手に入った。5時頃ここに来てみよう。純蔵さん、少しは落ち着いたかな。お待ちしておりました。え、どうしたんですか。ユリ様の幼馴染のご婦人がお見えです。本当ですか。わかりました、すぐ会います。それではこちらにどうぞ。大西様、探偵の方がお戻りになりました。お待たせしてしまい申し訳ありません。宇津木探偵事務所の者です。はじめまして、大西勝子と申します。ユリのご実家が今大変なことになっていることを知り、先ほどご連絡を差し上げた際に善蔵さんからあなたのことを伺いました。少しでも何かのお役に立てればと思い、取るものもとりあえず参りました。ありがとうございます。ユリさんについて聞かせていただけますか。ユリとは小さい頃から親しくしておりましたが、彼女は私に何の相談もなくこちらの家から出て行ってしまいました。きっと私に心配をかけまいとしたのでしょう。ユリらしいです。その後間もなくしてユリから一枚のハガキが届きました。ユリ様からハガキが。いえ、すみません。そのハガキをお借りできませんか。今手元にございませんので後日お届けいたします。その代わりこれをお持ちしました。大西さんは古びた写真を差し出した。とても美しい女性が優しく微笑んでいる。当時のユリの写真です。お持ちください。ありがとうございます、お預かりします。ハガキをもらった当時、ユリは八塚町という町に住んでいたようです。苦労もあったようですが、駆け落ちした方と幸せに暮らしていたようで、私も喜んでいました。八塚町、そこにユリさんがいるのか。当時のユリの写真です。お持ちください。はい、ご用でしょうか。早速八塚町に行ってください。手がかりがきっとございます。ユリ様からハガキが。
おお、ゆり様、懐かしゅうございます。はい、何なりと。カズトさんはユリを心から慕っていました。ユリもカズトさんのことをまるで本当の弟のように可愛がっていましたね。私からお話しできることはこのくらいですが、お役に立ちますでしょうか。はい、ご協力ありがとうございました。いえ、私もユリのことはいつも気にかけておりましたので、今も幸せに暮らしていると良いのですが。こちらへはよく遊びに伺ったものです。そのお宅がご不幸続きだと知り、とても心が痛みます。いえ、これ以上のことは。ユリがこちらの家を出てからは一度も会っておりませんので。早速安賀町に行ってください。手がかりがきっとございます。すぐにでも行きたいけど、その前にユキコさんに会ってカズトさんのことを聞かなければ。ユキコさんは5時ごろ宇中美の崖に来るんだったな。すいません、ご婦人には日が暮れる前にお引き取り願った方が。そろそろご自宅までお送りしようと思っていたところでして。あ、ん、日が暮れる前に。あ、今何時でしょうか。そろそろ5時になる頃です。しまった、急がないと。お兄さん、わざわざありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。はがきは明日にでもお届けいたします。では失礼します。ユキコさん。あら、あなたは。実はあの後の調査で、カズトさんは綾代家の方だと分かったんです。あ、やはりそうだったのね。事件との関わりについては何も分かっていませんが、綾代家の関係者に間違いありませんので、カズトさんの情報が必要なんです。あ、ユキコさんにしか知り得ないことがきっとあるんじゃないかと思って、もう一度ユキコさんにお会いしたいと考えていました。カズトさんについて話してもらえることはもうないでしょうか。わかったわ。そうね、この間言ったわね、カズトが法律の勉強をするために行ってしまったってこと。そのきっかけとなったのは、ある人から受け取った一通の手紙だったらしいわ。詳しくは話さなかったけれど、その手紙を読んだ彼は強く法律の矛盾を感じたと言っていたわ。そしてお母様が亡くなられると彼はすぐに町を出て行ったの。手紙？一体誰からのものだったんだ。他にカズトさんのことで何かありませんか。そういえばカズトは自分の家のことを話そうとしなかったわ。きっと話したくない事情があったのね。私そろそろ行かなくっちゃ。今日も彼に会えなかったけど、それじゃあさようなら。カズトさんが家を出るきっかけとなった手紙、そしてそこから感じた法律の矛盾って、一体
何だったんだろう。八塚町にユリさんの手がかりがありそうだ。すぐに行ってみよう。すみません、ちょっとお尋ねしますが。すまない、今急いでいるんだ。それに僕はこの土地のものじゃないんだ。失礼。はい、何か。ごめんなさい、引っ越してきて日が浅いもので。綾代ゆりという名前を聞いたことはありませんか。知りませんね。駄菓子屋のおばあちゃんならこの町の大抵のことを知っているはずです。呼んできてあげましょう。ちょっと待っててくださいね。わざわざありがとうございます。なんか用ですかいの。綾代ゆりという人をご存じないでしょうか。綾代ゆり、綾代ね、なんか聞いたことあるような。この年になると忘れっぽくなっていけませんわ。それにこの町もずいぶん様子が変わりましてな。昔あった家も人もずいぶん少のうなっとりますからな。何でもいいんです。気になること、気がついたことはありませんか。そうですな、最近よう人が訪ねてこられますわ。皆さん同じようなことを聞いて行かれますな。というと僕の他にも誰か。おばあちゃん、それどんな人でした。今年で80になります。はいはい。ダメだこりゃ。なんか聞いたことあるような。この年になると忘れっぽくなっていけませんわ。もうこんな時間だ、そろそろ事務所に戻ろう。おばあちゃん、ありがとうございました。毎度おおきに。おかえりなさい。何かわかったの。いろいろとね。あゆみちゃんはどう。私の調査だけど、アキラと会っていたのはジローじゃなかったわ。そうか。でも40歳手前くらいで紳士風の男性だったということは間違いないみたいよ。それからもう一つ、今綾代商事の運営における中心人物は相談役の神田みたいよ。菊さんに幹事さん、そして二郎さんもいなくなって神田弁護士が。ねえ、あなたが調べたことも聞かせてよ。一緒に推理してみましょう。カズトは綾代家を恨んでいたのか。そして法律家を目指すきっかけとなった手紙とは。綾代ゆりと綾代カズト、この兄弟の足跡をたどってみることが事件解決につながるんじゃないかしら。大西さんからハガキを受け取ればゆりさんの詳しい住所がわかるはずだ。分かり次第行ってみるよ。あ、そうそう、借りてた免許証返しておくね。あ、調べてくれてありがとう。ありがとうだなんて。
水臭いわね。それに私だって宇津木探偵事務所の一員なんだから。うん、そうだね。今日はあちこち行き来してすっかりクタクタだ。ゆっくり休んで明日に備えよう。